はいどうも、テレキャスでございます。さあ、今回は、ウルトラ大怪獣5000シリーズより、プラスチック星人講師をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、ウルトラ7に登場いたしました、プラスチック星人が、今回ですね、大怪獣5000シリーズ化されました。まさかのチョイスですよね。相変わらず、ぐいっと足元から。いや、もう、なんか、色合いが、黒いラインがこう、スーッとね、こう入っていて、基本的にはこう、ベージュっぽいようなね、色合いの、対表をしておりますが、まあ、プラスチック星人と言ったらばですね、このゴワゴワモワモワですよね。これが本当に特徴的で、子供の頃ね、見た時もめちゃくちゃこのデザインのインパクトがあまりにもすごすぎてね、記憶に残っていたんですけれども、これがね、全部ね、最後燃えるんだよね。で、なんか骨骨ロックみたいな感じになって、最後ね、まあ、死んでいくんだけど、なんかあのやられ方といい、このフォルムといい、もう一発見たら忘れられないような、姿じゃないですか。いや、これがね、今回立体化されたっていうので、ね、相当嬉しいところがありますね。もう半透明になっていて、すごいね、このね、モワモワ感っていうのが再現されてるんですよね。本当にね、ワイヤード星人といいね、ウルトラセブンのね、星人なかなか、奇抜ですけれども、そういった部分を今回ね、立体化してくるっていうのは、めちゃくちゃテンション上がりますね。すごいね、この羽のね、このゴワゴワした感じとか、こう本当に半透明で、銀色がファッファッファッと、垂れてるのかな。軽くこの半透明を消さないような、そんな雰囲気で若干銀色がパッパッパッと垂れていて、ちょっと綺麗な感じもしますね。この黒いラインがこう一歩スーッと入ってるのも特徴で、いやすごいデザインですよね。可動とかはねないかな。腕とか可動してくれたらまあもっと嬉しかったんですけど、可動とかはなさそうですね。ぐーっと見に行けますとお顔でございます。お顔もね、この半透明になっていて、目の部分とかがこうクリアのねイエローになってるんですよね。この辺も細かくて、口元のデザインがちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いですよね。このいいところも再現されてますし、どういう顔してんの？なんか、バト星人がちょっとお尻っぽいなと思ってるけど、プラスチック星人もちょっとお尻って感じがするよね。で、こう、ぴょこっとね、目のような、まあ、トゲが生えていたりですとか、耳が生えていたりですとか、まあ、身によっては可愛いかもしれない。こんな感じでね、相当、奇抜なデザインをしておりますが、まあ、これを即尾人形で再現するっていうのは相当難しいんじゃないかな。だってこのモワモワのね羽なんかもさ、かなりこうね、即尾で型を抜くっていうのは難しそうですし、横側の時点で何この紅白歌手、こんなの紅白歌手ぐらいいないでしょね。こんな格好してんのね、パリコレか紅白で出るような、もうそんな衣装ですね。そういえば、ウルトラセブンとかね、まあ、それ怪獣、宇宙人のデザインをするにあたって、参考にしたのがね、ファッション誌だったみたいなね、話を聞いたりしますけど、まさにそんな感じですよね。ほんとファッション誌かのような、このおしゃれな、ね、着こなし。素晴らしいですね。手の部分、この辺もね、爪の塗装だったりとか、手の部分、こうね、こう黒い塗装入っていてですとか、こういった細かな部分もね、しっかりと再現されてますし、このね、相変わらず、モーモー具合もすごい再現されております。綺麗ですね。もはや綺麗。後ろ側行きますと、タグカードでちょっと見えないですね。これで見えるかな。後ろ側もこういった具合で再現されております。よいしょ。本当にこの、半透明の感じがすごく綺麗で、若干金色塗装してるのがよりこう輝きを増していて、すごく見栄えがいいですね。タグカード、この大怪獣シリーズはね、毎回タグカードが律儀についてくるのが嬉しいんですよ。プラスチック星人のシチールがありまして、151番、プラチック星人。身長2から40メートル。体重50キログラムから1万5000トン。出身地がプラチック星。ウルトラ大怪獣シリーズ5000。ということでね、エクスプラスさん、毎回ニッチなものを出してきますね。その大怪獣シリーズってことで、まあ昔出なかったね、その怪獣たちを、まあ即尾化ってことであるんですけれども、まあ特にこう稼働とか、そういうのがあるわけではなく、本当に立体物として楽しむっていうね、ことでもすごくいいですし、何よりこのまま慣れ親しんだ大体17センチぐらいのサイズ、まあ大体それぐらいのサイズ感でね、怪獣の装備が、まあ、手に入るというところもめちゃくちゃ嬉しいですね。まあプラスチック星人なんてプラスチック星人なんて出ないじゃないですか。だからね、やっぱこの手のねサイズ感で揃えられるのは個人的にすごく嬉しいですね。やっぱりなんだかんだこの17センチサイズが一番僕的には慣れ親しんだ、まあ、サイズ感なので
まあこのサイズ感で手に入れて嬉しいですね。 SH フィギュア2ウルトラ7と並べるとこれぐらいのサイズ感で、まあやはりプラチック星人の方がすごく大きいかな。やはりこうやってこう並べてあげると絵になる部分はありますね。じゃんと。またやっぱちょっとでかいかな。ちょっとでかいかな。はい、ということで今回はエクスプラスより、ウルトラ大怪獣シリーズ5000プラチック星人こちらご紹介いたしました。そして、次回のウルトラ大怪獣シリーズ5000はなんとブルトンが登場ということで、情報解禁は確か Z のねブルトンがね登場するかしないかみたいな、ことを言っていたあたりだったと思ったんですけれども、結構それからね、時間が空きましてブルトン登場でございます。ブルトンね好きなんでちょっとこの辺は迷おうかなと思うと、あとはねガボラですか、ガボラのねあのヒレのあの開いたバージョンをね買ってくればよかったっていうね、あの後悔の疑念を今僕は背負ってるので、ちょっとブルトンどうしようかなって迷っております。そして、シルエットがね公開されておりまして、はい、なんとパゴス、登場でございます。パゴスも商品化ということで、あれはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。これでバラゴン系統の怪獣がずらっと並べられるってところもすごく嬉しいですね。まあ、こうなったらね、まあ商品出てはいたんだけどさ、ネロンがもうこのエクスプラスのこのクオリティでちょっと欲しいなってところあるんでね、ちょっとねシリーズの路線から逸れてしまうけど、ちょっとネロンガもね出てくれたら嬉しいなって思ったりしましたね。はい、ということで以上でございます。それではバイバイ。